6月30日金曜日、大津市議会で公共施設対策特別委員会、DX デジタル化推進対策特別委員会の各特別委員会が開かれました。特別委員会とは、複数の常任委員会に属する案件や、市政上重要な課題を調査するために市議会が設置する委員会で、現在、 公共施設の整備管理に関する諸問題についての調査研究を行う公共施設対策特別委員会 DX の推進による市民サービスの向上及び行政効率化に関する諸問題についての調査研究を行う DX デジタル化推進対策特別委員会の2つの特別委員会が設置されています。 この日の公共施設対策特別委員会では庁舎整備基本計画に向けた取り組みについて DX デジタル化推進対策特別委員会ではスマートフォンなどのデジタル機器に不慣れな方がサービスを活用していけるようデジタルディバイド解消に向けた取り組みなどについて調査が行われ各委員会で。 委員と担当部局が活発に議論を交わしました。